どうも、阪神タイガース応援チャンネルの主、ケンタムと申します。よろしくお願いいたします。さて本日はですね、阪神のベテランの一人であります、岩田選手について語っていきたいと思いますと。昨シーズンはね、先発ローテに、ちゃんと入ってたというわけではないんですけど、ただね、途中は、すごく助けてくれた場面もありますね。すごく点を取られた場面もありましたけど。ただね、来シーズン、もう今年と言うべきなのか、今年で37歳を迎える本当のベテランですよね。ベテランがね、来シーズンのローテを死守すると。いや、本当に素晴らしいと。その、能見さん以来の規定投球回数を、達成したいと。投げてくれればね、それでいいというところではあるんですけど、ゴロを打たせるのうまいですし、っていうところはあるんでね、いいんですけど、ただね、規定投球回数かって言われると何とも言えないですよね。岩田さん、僕の中での印象なんですけど、5回ぐらいから一気に崩れるんで、毎回5回を、投げ切るというところであれば、本当に、開幕ローテを勝ち取って、ずーっと投げ続けないと、規定回数はちょっと難しいですよね。だから、とは思うんですけど、スタミナをね、少なからずつければ全然打ち取れるものはいっぱいありますし、ボールを動かしてね、ゴロを打たせる。本当にこれがね、すごくうまいんで、守備が安定すれば、もっともっと勝ち星つくかなとは思うんですけど、岩田さんとして、来シーズン、開幕、ローテ入り、もうそこを目指しておりますと。頑張っていただきたいと。そしてね、鳴尾浜に調整行ったんですけど、キャッチボールすら相手おらんかったから、ウェイトトレーニングして終わったって。誰かいるやろうと思って行ったらおらんかったっていうのはね、非常に悲しいところではあるんですけど、岩田さんにはね、いろいろ頑張っていただきたいと。ベテランとしてね、チームを引っ張ってもらいたいというところもありますし、先発としてね、勝ち星をね、積み重ねていってほしいなというところでございますと。5回を過ぎたら一気に崩れるっていうところと、立ち上がりが若干不安定というところがあるんで、そこをね、しっかりどうにかできれば規定投球回数もできるし、勝ち星もおのずと増えてくると。立ち上がり不安定というところはね、直していかなければならないところではあるんで、頑張っていただきたいなというふうに思っておりますと。大きく割れる、カーブ、スラーブなのかな、どっちかっていうと、スラーブ、カットボール、ツーシーム、フォークもあるんですけど、フォークあんまり投げてる印象ないかな。でも基本的にはスライダーとストレート、ツーシームで、ゴロを打たせて取るという感じでね、素晴らしいピッチャーだと思うんで、技術もね、年々上がっていってると思いますし、来シーズンもね、どこで投げるか分かりませんけど、どこで投げる中継ぎとかクローザーという意味ではなくて、開幕ローテをつかめるのか、途中から入ってくるのかっていうところは分からないですけど、一軍で投げる機会があるならば、そこで勝ち星をね、一つでも多く積み重ねていってほしいなというふうに思っておりますと。はい、本日はですね、岩田選手について語らせていただきましたと。岩田さんね、本当に頑張っていただきたい。阪神のね、ベテラン勢がいっぱいいるじゃないですか。吉尾さん、孝介さん、ピッチャーで言うなら、球児さん、能見さんと。そういうところでね、一緒に頑張っていってほしいなというところでございますと。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、そして Twitter のフォローをよろしくお願いいたします。というわけで失礼します。バイバイ。